こんにちは。で、行くよ。坊ちゃん、そう、僕何もセットしてなかったら本当にもう坊ちゃんですね。またもうちょっと髪の毛が前髪長くなったらこう流すようなのいい感じにポンってなると思うんでね。いいやん、その服だろ。TikTok もう毎日渡し、ありがとうございますありがとうございます。こないこ認知処置 OK。河内カレンタイムスイート好きすぎ、ありがとうございます。それはもう誠に恐縮ながら嬉しい。可愛すぎ、モンセットが抱えてる。そう、僕多分これ本当に多分もうだいぶ幼く見られるんですよ、あの何もしてなかったら。元はそういう顔なんで、多分私の足場ですけど。マジっすか。いや、みんなのセンター分け、僕の友達はみんなのセンター分けがいいみたいなって言ってくれるんですけど、多分幼く見えるんですよね。多分前髪がこういうしょパッツンパッツンというか、もうほぼもう直線みたいな感じなんで、多分お前呼んでください。レイナちゃん、リコ覚えてる？覚えてるよ。名前呼んでください。名前何やった？ちょっともう一回教えてほしい。エリアシ好きだ。エリアシはまあ育成中という悩みくずみたい、あの進んでもろて。もしかしてこれビデオ通話、え、逆にビデオ通話以外何があんの？よく何してもやって、あ、本当ですか調子乗っちゃうよ、そんな夜か。調子乗っちゃうよ、言うて。センター分け似合う。センター分けでも今流行ってますよもんね。なんかまた違うスタイルに挑戦できればなっていう感じもうありますね、普通に。桜ちゃん、ニーナとんだし、ニーナ、いやかっこいい、ありがとうございます。京之介くんだよ、久しぶりじゃないな、毎回来てくれてもんな。なぜ私のことを言わないのですか。あなたは日本の方なのに海外のコメントを別に真似しなくていいよ。その翻訳したみたいな日本語じゃなくていいよ。あかねって呼んでください。あかね、あなたは本当にかっこいいいや、その翻訳したやつ流行ってんの、この葉でインチ、この葉ね。僕だってビデオ通話そうと思った。ビデオ通話でしかないね、逆にちょっと恥ずかしいな。今日から冬季講習、ゆうくん見れて幸せだから頑張れ。じゃあ冬季講習か、まだ冬休みじゃないですか。ん？あ、冬休み入ってんのか。ウィンクは恥ずかしいな。視聴者数、ゆうまくんの誕生日に、まあある意味200人、まあ、2002なんでって思った瞬間にもう200切ったけど、まあでも前300行ってくれてましたよね、なんか久しぶりに。時間帯関係あるのかなちょっとわからんけど、わからんって言うんだし、なんでかわからんけど、ゆうむくんの口好き。あ、マジっすか。僕結構唇はコンプレックスな部分もあるんで、あ、そう言ってもらえても嬉しいですね全然読んでくれへん、めちゃめちゃ読んでる、もう一番読んでる瞬間読んでる、もう視界に入ってきた瞬間寮のコメントも読んでるよ。ゆうって読んでほしい。
なんか眉毛フィルター、フィルターじゃないよ。はい、坊ちゃん部屋に元通り。この春に一度し、この母ちゃん。サンタさん来てないですね。もう僕、多分サンタの時期は、もう、すごかったけど、多分もう、小学校ぐらいで終えました。小6で終わったら終わりました。実は小学校4年生ぐらいからもう気づき始めてて、でも一応小6までにはもう続けてくれてたんですけど、ちょっと中学入ってからもなくなりました。これで手振ってください。5月くらいからインライン見てるけど、喋り方と結構前より良くなった。前よりコメント読んでくれてるし。あ、本当ですか。喋り方前どんなやった。喋り方前どんなやった。逆にあんま変わってないとは思うんですけど、変わってない、まあいい方向に変わってたら別に僕は嬉しいです。推し人という意味を変わってせいだと認識してください。せやね、任しとけ。